はようございます。8月23日月曜日の朝です。今日は曇り空でまだ薄暗い感じの朝です。では月曜日の朝ゆっくりと動いていきましょう。仰向けになってください。床に体を預けてください。床と体の接地面に気持ちを向けてください。どこが床についていて、どこが床から浮いているでしょうか。その体の右側と左側を比べてください。頭を左右に傾けてください。では適当なところでその動きをやめてください。両膝を立ててください。では体の横あたり、楽なところに置いてください。ゆっくり優しく両膝を左右に傾けてください。この膝を傾ける動き、体のどのあたりまで影響があるでしょうか。ぐいぐいやらず、ゆっくり体全体に気持ちを向けてください。では一旦その動きをやめて、両手両足を伸ばしてください。両膝を立ててください。右手を、手のひらを床に向けてください。そして右手の指先が右のかかとに近づいたり戻ったりという動きをしてください。指先をかかとにつけようと頑張らないでください。ただ指先が右足のかかとの方向に向かって動いてください。ハーモニー体操はこの動きの大きさは問題にしないんですね。この方向がとても大事で、まっすぐ足元の方に動くのと、かかとを目指す動きでは体の動きが違うことをちょっと確認してみてください。ただ下の方向に指先を動かすのと、方向をかかとに定めて動くのでは動きが違うことがわかるでしょうか。で、戻るときは最初のポジションまで戻ってください。そして呼吸をゆっくりして、かかとに近づいて戻ります。そうすると体全体にはどんな動きが生まれるでしょう。膝はどうですか。右膝に動きはありますか。
右のお尻はどうでしょう。胸や肩はどんな動きをしているでしょう。決して頑張らないでくださいね。1センチでも2センチでもその方向に指先が動けば十分体に影響があります。では両手両足を伸ばしてください。右側と左側を比べてください。この脇の下から骨盤までの長さを比べてください。胸はどちらが大きく動いているでしょうか。ではもう一度両膝を立ててください。今度は左手を手のひらを床に向けて体の横に置いてください。そしてゆっくり優しく左手の指先がかかとに向かって動いて、そして戻ります。最初のこのまっすぐ背骨がまっすぐなところまで戻ってください。そしてもう一度近づいて戻ります。左の指先が左のかかとに近づいて戻ります。両膝を右側に傾けながらこの動きをやってみてください。で戻りますね。両膝が右に傾いて左のお尻が床から持ち上がりながらこの動きやってください。目は左の指先を見ていってください。膝は右、お尻は持ち上がる、目は左手の指先です。頭が持ち上がった方がやりやすければ頭も持ち上げてください。首に負担がかからないようにしてください。首や肩がぐっと力が入ったなと思ったらその動きはちょっと大きすぎ、やりすぎですね。その手前で戻ってください。呼吸を楽にして左の指先がかかとに近づこうとするとき、右の肩には何が起きているでしょう。右の肩は少し頭の方向に持ち上がっていってください。左の肩が足元、右の肩は頭の方向に動いてください。呼吸は止まらないように楽に楽に。では動きをやめて両手両足を床に預けてください。呼吸を楽にして今の右側と左側を比べてください。
を立ててください。今度は交互に、ゆっくりでいいので交互に、右手が右肩に、あ、右のかかとに近づいたり、左、指先が左のかかとに近づいたり、交互にゆっくり。目はかかとに近づいていく指先を見ていってください。背中は床の上でどう動いているでしょうか。楽に楽に。では動きをやめて、両手両足を伸ばしてください。呼吸をしている時にどこが大きく動いているでしょうか。両膝を立ててください。両膝を左右に傾けてください。これ最初にやった動きですけれども、やりやすさに何か変化があったでしょうか。では動きをやめてください。床に体を預けてください。床と体の接地面、どこがついていて、どこが浮いているでしょう。頭を左右に傾けてください。はい、では動きをやめてゆっくり起き上がってください。はい、曇り空の月曜日の朝でしたが、今日もゆったりと一日が始まりますように。では、いってらっしゃい。